KDDI AU ウルバーノシリーズウルバーノ V01 沖縄セルラー電話 AU ウルバーノシリーズウルバーノ V01 強セラウルバーノシリーズウルバーノ V01 ウルバーノ V01 は強セラによって日本国内向けに開発された AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム及び第4世代移動通信システム対応スマートフォンである 製造型版は、海部31。ウルバーの L03 のマイナーチェンジモデルで、新たにオルトを利用した通話、及び2015年度より順次開始される 700MHz タイエリアのサービスに対応している。なお、本機種は、日本国内での 3G エリアによる音声通話、及びデータ通信には、それぞれ非対応となる。オルトに対応することから、既存ユーザーは、 auic カードの交換が必要となる。ベースモデルに存在していた置くだけ充電対応モデルは当機種では設定されていない。また、Android を搭載した一連の2014年冬、モデルの au スマートフォンの中では唯一、ハイレゾ音源ファイルの再生機能には期待応である。シムロック解除の義務化が開始される前に発売された機種のため、シムロック解除ができず、また、 マイネオおよび UQ モービレではシムロック解除が必須となるため利用できない。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。